高根秀夫、高根秀夫、高峰秀夫、1854年10月5日、加映7年8月14日から1910年、明治43年2月22日は、明治時代の日本の教育者、旧合津藩士。慶応義塾、慶応義塾大学の前身の塾生、教員を経て、市販学校調査のため文部省から米国へ派遣され、お水移市販学校、 ニューヨーク州立大学、おスイー高校の前身に留学。帰国後は、東京市販学校及び高等市販学校、いずれも筑波大学の前身の一つで、教員、校長を務め、ペスタロッチ主義教授法の導入と、市販教育の近代化を推進した。また、帝国博物館、東京国立博物館の前身天産部長、歴史部長を兼ね、晩年は、 女子高等師範学校、お茶の水女子大学の前身、東京美術学校、東京音楽学校、共に東京芸術大学の前身の校長を歴任した。開園7年、1854年、道の区国若松城下の旧本市の邸、現在の福島県藍津若松市西坂江町で、藩市、高根忠介の長男に生まれた。 藩校、日進館で漢学を学び、当格を表し、並松名則りと共に、旧代藩主、松平片森側近の故障となった。明治元年、1868年6月から11月の合津戦争では、藩主と共に牢上し、降伏した。東京で、しばらく監禁を宣告され、禁慎して、丹波亀山藩の松平家の保護下に置かれた。斜面後、 沼森和の私塾に通い、英語を学び始めた。都南藩、旧藍津藩の命により、明治四年、1871年7月、福沢諭吉が開設した、慶應義塾、後の慶應義塾大学に入学し、洋学、漢学を学んだ後に、5年間にわたり、教員も務めた。同窓に、鎌田英吉、釈宗縁、後藤牧田がいる。 1874年、明治7年に、福沢諭吉の推薦で、文部省に出資。明治8年、1875年から同11年、1878年まで、文部省の派遣留学生として、アメリカ合衆国ニューヨーク州のオスウィーゴ州立市販校、現在のニューヨーク州立大学に留学した。当時、オスウィーゴー市販学校は、 教師養成のための進歩的で革新的な学校としてその名声は絶頂期でオスウィー合校への留学は幸運であった。高根秀夫はエドワード・シェルドン校長を通して有名な教育者エイチ・クリュージー。ジュニア1817から1903年に家に寄宿した。オスウィー合校はペスタロッチの教育思想に基づく生徒の自発性を重視する開発教育、教授法を 校長のシェルドンを中心に、オスイーゴー運動として全米に広めた。高根は、ここで真摯に学び優秀な成績を収めた、当時の学籍母が、1968から69年にかけて、米国留学中の村山秀夫により、ニューヨーク州立、オスイーゴー大学にて発見され、学業成績が明らかにされた。明治九年、1877年7月3日、 オスウィー号校を卒業した高根は、翌年3月16日に、オスウィー号を去るまで、博物、心理学、さらに生物学の学習に全力を傾注した。1877年夏に、ペニキーズ島で、自然史のアンダーソン学校に通って、バートアイルダー、コーネル大学の有名な動物学者の下で一、学期間勉強した。当時社会的に反響を呼んだ。 ダーウィンの進化論を知り、動物学を学んだ。彼は、同校最初の日本人履修生となった。また、セーラムにおける、下記動物学校に入学し、海産動物の構造や、組織を研究し、ついで同年冬季休業中は、ニューヨーク州伊坂大学校において、ドクトルワイデルにつき動物学を収めている。このように、新職を惜しんで、新知識の吸収に努めたと言われる。 帰国後は教員となってアメリカ留学で学んだ理論的な開発主義の教育学を東京市範学校、現筑波大学に取り入れ近代教育の基礎づくりに貢献した。明治10年代、ペスタロッチの教育思想に基づく生徒の自発性を重視する開発教育は市範学校を中心に全国に広まりブームとなった。こうして 古い体質の東京師範学校の改革に着手、開発教育の紹介と普及に努め、東京師範学校校長、東京高等師範学校校長、後に解消、東京美術学校校長、東京音楽学校校長、また女子教育にも熱心で、東京女子高等師範学校校長などを歴任した。さらに、教育新論などの出版も手掛けた。このように、 ペスタロッチ主義の教育法と原理を我が国の教員養成機関に伝え、広めた功績によって、高根秀夫は市販学校の父と呼ばれた。また、東京市販学校で動物学を開校、東京大学でも生物学教授モースの助手を兼任し、動物の科学的な解剖実験を行っている。日本の伝統美術に造形が深く、浮世絵の収集は3000点以上に及び、 浮世絵の研究を通して伝統美術の保護を進めたフェノロザとも交流していた。帝国博物館、現東京国立博物館が設置されると、その委員を務め、さらに明治32年、1899年には、東京美術学校、現東京芸術大学の校長も兼務した。明治40年の第一回文展、現在の日展では審査員も務め、 近代日本の美術の保護、奨励にも大きな足跡を残した。彼が成した他の業績は、シカゴ・バンコク博覧会、1893年への日本の展示、日英博覧会、1910年への尽力がある。明治43年、1910年、心臓麻痺のため57歳で亡くなり、葬儀には、各界から1000人以上の人が参列し、別れを惜しんだ。 墓所は、豊島区駒込の蘇明霊園。死没に際して、内閣総理大臣、桂太郎、文部大臣、小松原栄太郎の下で、十三味に除せられ、君に陶髄奉上を授かった。息子、高根俊夫、1885年から1959年、は、文工学の分野で有名な物理学者で、日本学士院、会員、 1947年から1959年である。外孫に土田国康、直重、正明兄弟がいる。日本における修学旅行は森有則の師範教育改革に軍隊的な要素が導入されてくることに抵抗した高根秀夫が公軍旅行に学術研究の要素を取り入れて修学旅行と称するようになったのが島とされている。 なお、高根の著書ではないが、若林小三郎、白井武志編さん、改正教授術、普及者、1883年6月間1巻、3および、若林小三郎、白井武志編さん、改正教授術続編、普及者、1884年5月間1巻には、高根秀夫と伊沢修司から、開発教授法の指導を受けた二人の訓動の教著で、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。